昨年の9月にですね、YMAX 解約しまして、楽天モバイル契約しました。これルーターとしてもね使用してるんですけど、今5ヶ月ぐらいね経過しました。で、YMAX のですね解約料っていうのが、3年縛りでですね、解約する月もね決まってるんで、3年縛りってねやっぱりちょっときついですよね今時。で、1月にですね楽天が新プラン発表しまして、1年無料の申し込みもねだいぶペース上がってきてるみたいなんですけど、ネットニュースとか YouTube でもかなり話題になってますね。で、まあ話題になってるですね内容の多くがつながるかどうかっていうことで、今回はですね浅草押上の、今住んでるところのね、まあ、近くなんですけど下町のねエリアのレポートをしたいと思います。で、5ヶ月ですね使用して、主に使用する場所が家とですね職場なんで、都内にいる分にはですねこれさほど問題にはなんないんですけど、やはりですね地下鉄とかですねスーパーの地下、これダメですね。で、場所によってですね今はパートナー回線エリアがあるんですけど、後々これ解除された時にですねやはりプラチナバンドないときついんじゃないかなってね思います。あとね、年末年始に仙台の実家帰った時なんですけど、今年ですね12月から実家もですね楽天エリア入ったんですよ。ただ家の中がですねやっぱりかなりね不安定で、つながったりつながらなかったりっていう状態でした。で、というわけでですね都内は問題なく使ってるのでレポートしたいと思います。あとね1年無料のやつ、まあ、申し込みなんですけど、今はね私1回線だけ無料で使ってるんですけど、奥さんもですね奥さん名義でも急いで契約しました。もうそろそろね、終わりみたいなんで。で、端末はですね、在庫切れてて諦めたんですけど、なんせね電話これかけ放題無料でね、毎月1ギガ使わなければ無料でね使えますんで、これはね得だと思います。浅草線蔵前の地下ホームですね、地下に入ると電波入りません。で、パートナー回線エリアでですね、インターネットは普通に使えます。押上の駅のホームですね、ここも全然、入ってません。入ってませんというか、ね、パートナー会社エリアですね。この押上のですねホームはホームも階段も狭いんでね、朝すごい嫌ですよね。非常に危険です、このホームね。で、押し上げすぎるとですね電車はすぐ地上に出るんですけど、ここからですね地上に出ると普通に、電波がつかめるようになります。やはりね地下だけがダメってことですね。引き船駅を降りてですね、洋華堂、引き船の洋華堂ですね、ここ入ってみます。ここはですね洋華堂の地下のですね、食品売り場です。はい、地下1階なんで楽天の電波ねやっぱりつかめませんね。で、1階に上がってくると電波はつかめるようになります。なので建物の中でもですね1階だったら大丈夫ですね。今住んでるところはですねスカイツリーの近くなんですけど、ここはね楽天のエリアなので、部屋に入ってもですね、普通につながりますんで、ルーター代わりにですね、便利に今のところ使ってます。何の問題もございません。バッテリーの方なんですけど、いつもですね夜中に90% ぐらい充電しましてですね、これ昨日のですね夜中の2時ぐらいで 90% ぐらいになってて、で夜中ずっとこうね落ちてきますよね。で、朝6時ぐらいに起きて、会社行ったのはいつ何時ぐらいかな、会社行ったのがね7時半ぐらいかな。で、この時点でですね 80%、85% ぐらいかなになってて、
で、まあ、電車の中で使ったりとかですね、すると、まあ、そんなにハードには使ってないんですけど、だいたい今日帰宅したのが18時ぐらいなんで、ここでね、だいたい 60% くらいまだ残ってます。主な使い方はさっき言いましたように、朝の電車、あとお昼時間にちょっと使ってですね、夕方、電車の中でまた、使ったりという感じですね。ルーター代わりに家で使っているときは、結構ね、バッテリーの減り方激しいんですけど、日中ですね、テザリング切ってるときはこんな感じで、まあ、朝昼晩、ちょっとね、使う分には 50% 切らないような状況で、電池はね、本当にね、長持ちします。これね、使ったらね、多分ね、他のスマホ使えないんじゃないですかね。とにかくね、電池減るのはね、ストレスでね、まあ、前持ってたやつなんかもね、結構ソニーのやつで長持ちはしてたんですけど、やっぱり飲み行ったりした場合はですね、一回夕方充電しないと夜中までは持たないんで、これだったらね、多分まあ今飲みに行くね、機会ももうないんですけど、なかなか、飲みに行ってもね、多分これ本当にね、充電なしでね、丸一日はもう必ず持ちますね。